おはようございます。メヘロジさんです。ですね、まあニュース朝一一本やって、ちょっと配信しようかなと思ってます。で、まあニュースなんですけども、また荒川先生ですね、日本が学ばなければならない韓国の少子化対策の失敗、出生率激減の根本理由というところで、書かれております。で、そうですね、少子化の予算倍増とか言われてるけれども、韓国が失敗してますと、0.78 ですよね、というようなところなんです。で、それは、なんていうんですかね、予算をかけて、頑張ってなかったわけじゃなくて、むしろめっちゃ予算かけてたんですと。ただ、その予算のやり方っていうのが、結婚してる家庭に対しての支援っていうのがほとんどで、まあ、言ってしまえば、子供がいるところ1のところに対して2にするための政策っていうような感じだったんですね。で、いやいや、そこじゃないですよと。婚姻数がとにかく減ってるんだというところですと。問題はね。なので、そこを、言ったら視点がボケてたんじゃないですかっていうことを言ってて、で、東アジア圏で出生率が上がらない理由っていうのが、ほぼ婚姻数が減ってるっていうことで説明がつきますというところなんですね。なので、婚姻数を増やせば、言ったら、プラス1出産、出産数が増える可能性があるというところなんですね。今やってるのは1から2にする政策をやってるけども、0から1にする政策をやっぱりやっていかないといけないですよねっていうことが、言うたらキュッとまとめてね、話されているので、そうだと思うんですよ。じゃあそのために何をするのかっていうことを考えないといけないと。まあ考えられるのは本当にもう強制的に結婚させるとかっていうような空気感をまた作るんですけども、それはちょっとまた難しいんでしょうね。きっと LGBT とかの問題もあったりとか、まあセクハラパワハラでなんかね、うなうな言うてる間はなかなかその、言うたらおせっかいもなかなか焼きにくいですしっていうところなんですけども、でもそこをなんとかしていかないといかんということで、じゃあそのためのハウツーをいっぱい考えていかないとダメですよねっていうところだと思うんですね。で、あとは結婚しやすい土壌というところで言えば、やっぱり男性のその非正規を減らして収入を増やすっていうようなところであるとか、まあこれぐらいの収入でも言うたら社会福祉制度がちゃんとしてるから、言うたら安心して結婚していいんだよっていう空気感であるとか、だから多分いろいろあると思うんですね。一番はだから価値観というんですかね、言うたら給料少なくともやっていけるんだよっていうようなところとか、ちゃんと保障手厚いよっていうところで。なんとかやっていけばいいんでしょうけれども、その辺が難しいんだと思うんですよね。もう正直なところ、氷河期世代はもう置いてけぼりでもええから、そういう施策を打った方がいいんじゃないかな。氷河期世代って言ったら、おじさんも含めて40超えてくるんで、そうなってくると、ちょっと別に差別的な話ではないですけども、出産年齢みたいなものもあるんで、言うたら若い世代に対して、もっとそういう形でやってあげるっていうことが大事なのかなと思ってます。そういうところで、出生率を一つでも上げていくっていうような風に、ちゃんと舵切らないとですね、本当に老人だらけの国になってしまうんで、はい、やばいっすねと。ただ、やっぱり選挙ので力を持ってるのは老人なので、老人に対してどういう形でね、我慢敷いてもらうかとか、あるいはその前にもっと無駄、カットできるだろうっていうところはおじさんもあるんですけど、もう言うたらいい加減にばらまきもやめて、やった方がいいんじゃないかと思ってるんですよ。もうなんか、先進国じゃないよと、日本のこの現状は。よその国は給料ガンガン上がってるけど、うちは上がってないですし、っていうようなところから、もうやっぱり援助するのをやめて、その援助してるお金で、自分の国の、言うたらいろんなものの問題をですね、解決していくことの方が僕は先なんじゃないかなと思ってるんで、その辺のところをですね、言ったら国際感覚といえば国際感覚も大事なんですけども、その国際感覚を得るためにですね、自分たちの国民が、すごい不遇な状態になってるんで、なんとかしていかないといけないんじゃないのっていうことをおじさんは強く言いたいなと思っているところでございます。以上です。